はい、本日はですね、ノースフェイスのバーサタイルショーツを購入したので、そちらの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、購入したパンツがですね、こちらになってるんですけども、まあ、今回はショートパンツということで、まあ、夏に向けてあのパンツを購入したっていうことになってるんですけど、まあ、これがですね、ノースフェイスの中で水陸両用のパンツとなっておりまして、まあ、水でも使えるし、まあ、陸でも使えるっていう感じのパンツになってるんですが、もともとですね、今年はちょっとこのパンツを使ってちょっと動画作りたいなと思ってて、で今年2020年買おうと思ってたまたまネット見てたら、去年のモデルのやつがセールにかかってて、あのノースフェイスの公式オンラインの方で 20% オフぐらいで4000円ちょっとぐらいで買えたんで、あ、もう早速買ってもう動画作ろうと思って一応動画用に購入したっていう感じになってます。まあ、なのでこれを見ていただいて、もしバータタイルショーツ買おうと思ってる方は参考にしていただければいいかなと思いますし、あとパタゴニアのバギーズショーツとも結構似てる部分とか水陸両用やったりあるので、まあ、その辺とかも比較動画作りたいなと思って、まあ、今回購入したという感じになってます。で、まあ、今回はですね、このパンツの紹介をしていきたいなと思います。でまずですね、もう早速特徴とかこう実際触ってみた感じの感想みたいなところのお話をしていきたいんですが、まあ、まず一つ目の特徴としてはですね、まあ、こちらがですね、先ほども言ったように水陸両用のパンツになっているので、まあ、プールとか海とかでも使えるし街でも使えるっていう感じに今なってるんですが、僕個人的にはこういう水陸両用のパンツって丈短めみたいな感じの、まあ、あるあるというか印象があります。でこのパンツも丈は短いんですが、まあ、一応水陸両用というのが一つ目の特徴かなと思います。で二つ目がですね、これまあ実際持ってみたら分かるんですけど、めちゃくちゃ軽いっていう感じになってて、まあ、水着でそんなに重たい水着ってまあないんですけど、特にそれでもこれ軽いなっていう印象があったんで、これ何グラムぐらいあんねやろうなと思って、まあ、実際測ってみたんですけど、120グラムちょっとっていうことになってるので、やっぱり軽いなっていう感じはするんですが、120ちょっとっていうとですね、まあ、一般のものに例えると電池1個分っていうことになってて、単一の電池ってちょっと一番大きい電池があると思うんですけど、その単一の電池が 140g なので、まだ単一の方がちょっと重たくてこっちの方が軽いっていうぐらい、まあ、軽く作られてるっていう感じなんで、それは持った時軽いわなっていう感じなんですが、まあ、その不軽量っていうのが2個目かなと思います。で3つ目がですね、ちょっと独特な質感っていうことになってるんですけど、一応ですね、生地自体はナイロン 100% なんですが、結構シャリシャリいうちょっと乾いた感じというか、ザラザラした感じっていうか、あんまナイロンっぽくないような感じの質感っていうのもちょっと独特かなという風な感じで思ってて、まあ、ナイロン 100% で作られてるので、もちろん強度は生地の中で一番あると思いますし、でさらには手入れとかも結構楽なので、まあ、ナイロン 100% なんでガンガン洗濯機で洗えますし、でさらに洗って縮むとかっていうこともないので、もうどんどん自宅で洗ってガンガン履いていけるっていうのが、まあ、ナイロンのいいところやと思うんですけど、ちょっと質感に関してはいつも触ってるナイロンよりかはちょっとガシガシしてるというか、ザラザラしてるというか、ちょっといつもと違う感じの質感かなというふうに思います。ただですね、ナイロンで作ってるっていうのはですね、いいところでもあるんですけど、まあ、逆を言えばこういうちょっと短め、後で着用動画見てもらうんですが、短めのタイプってストレッチが効いてないとしんどかったりする部分もあると思うので、まあ、これはナイロン 100% なんで全くストレッチが効いてない感じになってるので、まあ、サイズ選びはちょっと慎重にした方がいいんかなという感じはあります。で次がですね、これ静電気圧設計っていうのをされてるんですけど、まあ、ここにあるように静電気圧設計っていうのがあって、それがされてるんですけど、これ夏場に静電気圧設計いると思うんですが、まあ、もちろん夏場以外も履き張る方いると思うので、まあ、冬場でランニング用で履き張る方もいると思うので、まあ、いるとは思うんですが、僕はあんま冬場とかにこういうショーツは履かないので、静電気圧設計いるんかなと思いながら、まあ、人によってはいるかなと思ったので、一応まあこれも取り上げたという感じになってます。で次がですね、一番最初冒頭でも言ったんですが、やっぱりちょっと水陸両用ということで、丈が若干短い海とかちょっと水着ベースで作られてる感じはあるんかなというふうに思いますので、サイズとしてはサイズが小さいというよりかは丈が短いっていうのが、まあ、一番しっくりくる感じかなと思いますので、幅とかはそんなに細くはないんですけど、まあ、丈はちょっと短めな感じで、まあ、特に街で考えるとちょっと短いけど、海とかプールで考えるとジャストぐらいの長さかなというふうには思いますので、まあ、少し待ち着で考えると短めかなと思います。でそして次がですね、このドローコードなんですが、まあ、このネイビーに関してはっていうところかもしれないんですけど、このネイビーに関しては中のこのドローコードがまあ、コットンになってるんですけど、このコットンのきなりっぽいコットンになってるんですが、これがちょっと中に隠れてるのがちょっともったいないかなというふうに僕は個人的に思って、これが外にあった方がちょっとかっこいいというか差し色になるんかなというふうに思うので、まあ、これが中にあるのがちょっと残念な
気はせんでもないんですが、まあ、一応それが、ちょっと気になる点かなというふうに思いますが、ストレッチは効いてるので履く時とかも全然苦しくないですし、履いてからでも多少のウエストのサイズっていうのは全然伸びると思うので、まあ、その辺はさすがアウトドアのパンツやなという感じの印象です。で最後がですね、ライナーがないということになってて、ちょっとこれ実際裏返してみると、まあ、こんな感じになってるんですが、全くこうライナーがなくて、一応ポケットはついてはいてるんですけど、ライナーって言って要は水着とか履くときにノーパンで履けるようなあの中のメッシュっていうのがなくて、これをまあ水着で履くんであればサポーターというか中にちょっとパンツは履いとかないと、この隙間からちょっとこんにちはする可能性があるので、中に1枚挟む必要はあるとは思うんですが、まあ、ライナーがないという感じになっているので、まあ、そういう部分でもあの軽量っていうのができてるんかなというふうには思うんですが、まあ、そこもあの人によっては結構気になる方もいらっしゃって、ライナーがないと嫌っていう方もいらっしゃれば、逆にライナーがいらんねんっていう方もいらっしゃるので、まあ、ここがちょっと特徴かなと思うので、あの最後にライナーがないというところになってます。ではですね、実際着用している様子がありますので、178cm 65kg ウエスト76で、着用動画ありますので、サイズは M サイズで着用しますので、そちらの様子をどうぞ。はい、というわけで、まあ、結構膝より上の感じで短めな感じになってると思うんですけど、まあ、後日あのパタゴニアのバギーズショーツと比較した着用動画とか、まあ、どこが違うかっていうところとか、まあ、そういうのも動画出そうと思ってますので、まあ、楽しみにしておいていただければなというふうに思うんですが、まあ、大体履いた感じっていうのはバギーズショーツと結構似てる感じにはなってるかなというふうには思います。で、あと最後にですね、一点ちょっと気になる部分がですね、このナイロンの質感がちょっと独特っていう話はしたんですが、それのせいかちょっとわからないんですけども、結構こうホコリが目立つっていうのは、これちょっと僕今まで持ってるショーツの中でこのタイプの生地感ってなかったんですけど、結構ホコリ目立つなっていう印象があるので、このバーサタイルショーツって派手な色とかもあると思うんですけど、こういう暗めな色、ネイビーとかブラックとかは結構ホコリがついてる感じが見て取れる感じがあるので、まあ、それがもしかしたら気になる方は気になるかもしれないかなというのは付け足しておきたいなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、これはですね、毎年出てるアイテムになってるので、まあ、おそらく2020年も出るとは思うんですけども、まあ、多分去年とそんなに変わらないと思うので、で、まあ、この動画見ていただいて、まあ、特徴とか、まあ、サイズ感とか、まあ、参考になればいいかなというふうに思います。ということでですね、本日はノースフェイスのバーサタイルショーツの、紹介をしてみたという動画になってます。以上ありがとうございました。